コンビニシャローシ安さやかのウィークリーコンビニラジオはいやってきましたコンビニシャローシ安さやかのコンビニラジオのお時間ですこの番組ではコンビニに関わるさまざまな話を皆様にお届けしていくという番組でこれからやっていきたいなという今回は第ゼロ回の放送となっております早速ゲストを紹介したいと思いますまず私の横にいらっしゃるのは私の まあ会社員時代の本当にお世話になった上司でもあり、また今本当にお仕事でもお世話になっている高橋秀樹さんです。はいこんばんこんばんは、こんにちは、えー、ちかな、ね。高橋秀樹です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一人、まあこれまた本当にいつもお世話になっております新座哲也さんです。はい、えー、新座哲也と申します。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。この二人の自己紹介ですとかお仕事についてはまたこの後お話をしていきたいなと思っております。ということで。 わ私本当に、ね、緊張してるんですよお二方もうねなんか新達さんラジオ番組何年やってらっしゃるんでしたっけ、はい 六年半ぐらいですか、ね。六年半ぐらい、大先輩ですね。はい、高橋さんはどれぐらいでしたっけ。<laughs> 僕はまだもうすぐ一年ですかね。ありえないですね。<ー>なんかもっと前からやってるような感じですけど。いやいや、新人ですよ僕はね、ラジオパーソナリティとしては私。さっきそれ聞いてびっくりしたんですよね。うん、で、私は当然ながらラジオ一年生ということで新入社員なんですよ。うん、まあポッドキャストっていう媒体では十年ぐらいやってるんですけど、ポッドキャストって本当喋って編集してなんぼの世界なので、うん、やっぱりラジオってちょっと違うじゃないですか。 だから本当に緊張してますラジオも喋って編集してじゃないですかこの番組も編集でやるんであればあ、そうですね収録ですよね,ああすねはい、はい、確かに、はい、楽しんで、ね、はい いければいいかなと思いますねそうですねまあ、時期に慣れてくるとは思うんですけれど本当になかなかですねこう言葉がパッと出てこないのがこのラジオの恐ろしいところでもあり <laughs> <laughs> また醍醐味でもあるのかなと思いますで、私自身はコンビニ業界から日本を元気にするという目的で今活動させてもらっております主に人に関する仕事をしていましてまあ、特にコンビニエンスストアの人 スタッフさん社員さんもちろんオーナーさんもその彼らがみんなに元気になっていくそういうことをやっていきたいなと思って6年半ぐらい前にですね独立をして今に至ります。ということで今回はこの番組をこれから始めていくにあたって是非、まあ、お二人の大先輩からですね私にちょっと応援メッセージをいただけたらなっていうのと。 あと、まあこの番組ができるまでのいきさつなどについてもですねで、ちょっとトーク形式でお話を伺っていきたいなと思っております。それではまず先に CM を入れます。コンビニシャローシ安やくのウィークリーコンビニラジオ。土地を。 1>, んじ1個建ても売りたいじゃあそかハーバー不動産がその中古物件買い取りますはっしゃハーバー不動産売買ならハーバー不動産土地マンションあらゆる売買でご要望に応えます天馬高校斜め向かいハーバー不動産君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォン 作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢工房長浜モーターからのお知らせです返事は好意のバロメーター私たちは思いやりを大切に皆様のお越しをお待ちしています新車・中古車のご相談ならギノワン中古車街道長浜モーター八九二三七一九八九二三七一九。レンタカーやってますコンビニ車同士安さやかの ウィークリーコンビニラジオはいコンビニシャロー氏やすさやかのコンビニラジオということで今回は第ゼロ回ということでお届けしております改めましてゲストのご紹介です経営コンサルタントそして出版プロデューサーの高橋秀樹さん はい高橋出樹ですよろしくお願いします、はい、お願いしますそしてまあラジオの方といえばもう本当に新座とさんだなと私は思っておりますまあラジオ番組からさまざまなコミュニティそしてイベントの企画そして運営の支援などをされている新座哲也さんですはい、えー、新座哲也と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして私コンビニシャローシヤスタヤカの三人で今回はお届けしておりますまあコンビニエンスストア業界から日本を元気にというコンセプトでこれからやっていきたいなとは思っているんですがまあ今回私がこの ナ鳴場番組をやるぞっていうきっかけになったの、本当にこのお二人のおかげです。ということで、まあ、そういった話も交えつつ、またコンビニ業界なら、ならではの。まあ、あるあるだったりとか、まあ、そうですね。様々なお話をちょっと聞けたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃ、まずはちょっとゲストのご紹介といいますか。自己紹介をお願いしようかなと思うんですが。私の師匠でもあり、先輩でもあり、元上司でもあり。 ということで大変お世話になっている高橋秀樹さん自己紹介お願いします。はい、えー、いつも、えー、テレビドラマではお世話になっております高橋秀樹と申します。おかしいな。<laughs> じゃなくてですね。<laughs> まあ、見たことないなて、まあ。ないですね。<laughs> あのまあ名前は高橋秀樹と言いますけども、えー、字が違うんですね。芸能人の方とはですね。はい、はい。高橋秀樹、えー、秀樹の秀が、えー、芸能人の方は英語の A ですけど、私の方はまあ秀才の秀という字をいただいておりますね。<お>はい。であの元々はですねコンビニで行きますとあのセブンイレブン にいまだ、えー、店舗数がどうでしょう5000店舗ぐらい今1万8千店舗9千店舗ぐらいですかね。そうですね。ねはい。えー、5000店舗ぐらいの時に、えー、店を作っては、えー、育て作ったら育てっていうことを関西地区で。はい。 ガガンガンしてた時代でその後に、えー、カルチュア・コンビニエンス・クラブというコンビニっ名前入ってますけども蔦、えー、屋の本部で働いて、はいうん、でその後に、えー、AMPM というですね、まあえー、首都圏と関西圏かなぐらいには、えー、あった、まあ、ちょっと小規模の、えー、コンビニここで、えー、商品と運営新しいコンビニを作ろうということでやったと。はい えー、いう経歴を持っておりますで、はい、今は、えー、コンビニの、えー、ファミリーマートさんのですね、えー、スイーツの企画をしたりとか、えー、少し前までは、えー、神奈川県首都圏を中心にやってるコンビニの、えー、コンサルティングをしたりとか、はい、そんなことをやっております。なるほど、はい、私ねあの私秀樹さんって呼んでるんですけど秀樹さん、うん、AMPM のことあんまり語らないですよね。うん AMPM? 結構セブンイレブンの話とか最近の話はよくされますけど AMPM 黒歴史ですかいや黒歴史じゃないんですかあそういう番組あ AMPM を知らない人が増えてるんですよね AMPM って何ですかみたいなことがあって AMPM って中本さん知ってます知らないですよね今の技術の中本さんに当然振っちゃいましたけどもともとですねコンビニチェーンって 50個ぐらいあったんです相当あったの、まあ、ちっちゃいのも含めてです、ねはい、でそれがまあ今大手大体3社で北海道にまあ中堅があったりとか、うん、広島県にあったりとかしますけど大体もう3社に集約されてるんですけど、はい、この10年ぐらいですかね一気に加速して進んだっていうでそれがあの東京の都会の中にあるコンビニとしては、はい、シェアナンバーワン山手の中にあるコンビニとして一番店舗数 どっちか都市型のコンビニなんですね、はいうん、そういったコンビニを、えー、なんですけども後発で入ってきたので何か違うことやらないといけないということで、はい、新しい業態を作ろうということで、えー、TSUTAYA でやってるような書籍とレンタル DVD とゲームとコンビニエンスストアが合体したようなお店、うん、これを作る仕事をやってましたね。ははいそそそうででですよね実は私ものの出身なのでそこで 秀樹さんんとはお会いしたんですよね、うん、だからセブンイレブンの話をね結構皆さんからも質問されてされてますけど AMPM って誰もやっぱりツッコみにくいからなのか、うん、なかなか話に登場してこないので、うん、なんか私実はこういうもともとこういうなんかお付き合いがありましたって関係を言いたいのに言えないみたいな。うん、あの実は AMPM だけじゃないです私携わったのは 3F というですねこれも関東のまあローカルの。 えー、チェーン店がありましてこれ今ローソンさんとね、はい、変わってもロー,ソンローソンスリーフっていう屋号でやってますで、はい、AMPM はファミリーマンとなってると、うん、でもともとテムイレブいたとでまあこの3社にあの自分の仲間がまだ社員としていたりとかするんで、うん、まあ3社の情報は結構入ってくるような感じですね別に AMPM は <laughs> あのもう形影も形もないんでねアメリカもなくなってもともとアメリカのチェーンですよね ヨーロッパとかかにももなないんでしたたっっけもう消えちゃのそういったコミがあって、はい、であの NPM ですね行かれたことがもしあるんであれば特徴的なのは、えー、お弁当が、えー、全部全部冷凍だったんですよ、はい、昔はね。はい、はね今多少変わりましたけども、うん、全部冷凍でチンをして食べるという <laughs> あのチンをして提供するということなんで廃棄が廃棄ロスがないという。はい 専鋭的なコンビニチェーンだったんですよねそうですよね、はい、あれがきっかけで加盟したっていうオーナーさんもたくさんいらっしゃいましたよね、うんうん、だからすごく特徴的な商品だったり特徴的なコンセプトを持ったコンビニとしては非常に面白みのあるまあ、そういうチェーンでもあったのかなとあの昼時すごいんですよしなさんはい、はい お客様来るじゃないですか冷凍して持ってくるんであの電子レンジの、はい、渋滞がさカウンターの下に電子レンジが山ほどあるみたいなねそうです、ね、ギャーンって、えー、でチン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 ってなってくるみたいな、ま、チンとかならないんですけど、ね、であと都心なのでおっきな店舗があんまりないんですよあのビルの下とか駅の中とかはい、はい、なのでたばことかですねあの上から天井で吊るするみたいなはい、はいそ,うね、そういう売り場だったりとか、はいはい、ー棚までびっしり 商品があったりとかそういうようよなお店でしたよ、ねはい、そうですねなのでそう私がいた店も6台ぐらいレンジがあって昼間も全部稼働してそういうけたたましい感じでですね <laughs> 昼のピークタイムっていうのがあったんですけど、うん、まあそういうところでやっぱりファンはいたのかなという印象はありますね。うんうんうん まあ、そんな高橋英樹さんでございます。よろしくお願いします。はい、しますそして、今回、はい、あの、コンビニ出身ではないんですけれども。はい、まあ、私が今回新里さんの番組にゲストで呼んでいただいて、コンビニの話をもう,う、わーっとさせていただきましたが。まあ、だいぶきっと新里さんも、コンビニには興味を持っていらっしゃるのかななんて。はい、持ってますよ。持ってますか?。はい。ああ、嬉しい。どの辺に興味がありますか?はい。あの、まあ、コンビニの歴史とかですね。この、はい、なんていうんですかコンビニの成長とか変、はい、変化。変化。あ。 お話聞いたらあそうだなとっていう感じですよね。本当に公共の料金が払えるになったりとか、もどんどん成長していってて、もうあとはもう防犯とかね、いろんな意味でもこう社会になくてはならないものになってますけど、今ちょうどね黄色に立たされているっていう部分もありまして、ここ沖縄だとちょうどねセブンイレブンが入ってくるということで、沖縄県民はね結構ワクワクして見てるんですよ。あそうなんですかやっぱり。じゃどうなるんだこの勢力図とか。であのほとんどねセブンイレブンの商品を 例えば弁当を一つにしても食べたことないっていう方がいっぱいいると思うんですよね、はい、これから、ね、なので果たしてうまいのかとか、うん、でそういったいろんな意味でもね期待している部分あると思います。うん、なるほど、はい、やっぱりユーザーとしての魅力っていうんですかね、はいうん、今までなかったものが入ってくると、ね、いうことなので特にセブンイレブンに関しては、うん、なので本当に楽しみだっておっしゃる方が多いんだろうなと。 まあそれのこう反面今まで沖縄の中でも展開してたローソンとかファミリーマートはセブリウムが入ってくることによってまあ一つのやっぱり変化を求められるそういうきっかけでもありますしまたそうですね何でしょう,こう戦々恐々というかはい怖いなと何が起こるんだろうかと、うん。 まあでしょうね、うん、まあでも本当私もこうやって沖縄でお話をさせていただく機会が多くなってでまたコンビニの話をたくさんするようになってですね、はい、まあ新里さんはじめ本当にコンビニに興味を持ってくださる方が少しずつ増えていくのがすごい楽しみなんですよ。うんはい、なので是非新里さんにもそこをご協力を、はい、<laughs> いただけたらなと。 セブンイレブンが沖縄に入ってくることによってやっぱりいい意味で競争が起こると思うのでそういう意味では消費者としてすればですね全体的なね質とかねそういうのが上がっていけばありがたい話ですよね。それで本当なんでしょうね胃袋だけじゃなくて生活もね充実していくなんていうことになったらすごく住んでる人にとってはプラスになりますもんね。なので7月11日でしたっけ沖縄では。 まあセブンイレブンが入ってくることによって、まあいわゆる三強チェーンが揃うと、はい、沖縄も、はい、そういうところから一体どうなっていくんだろうっていうのが私の中にもありますけど、いいですね。はい、楽しみですね。うん、というまあ状況でございます。ちなみに新里さんは普段どういうお仕事をなさってるんでしたっけ？はい、僕ね仕事してませんよ。あ、<laughs> <laughs> それ言ってみたいです。私も仕事してないって言ってみたい。えっと何をやってらっしゃるんですか何やってるんですかね僕ね。<laughs> 最近悩みの種でですね。何してるんですかね。あのもとはあのもう米軍基地に勤めてたんですけど、十二年間米軍基地で外人相手に仕事してたんですが、やっぱこう自分でこう仕事がしたいということで退職して、しかもノープランでですね。もう全くノープランで。ノープラン。でまああの最初こう名刺のコンサルっていうことを初めてですね。まあ世の中に周りに一人もいなかったので、人がやってないことやるの好きなんですよね。ああ分かる気がする。はい。 それで始めて、あとはもう自分でこう講演会を企画、自分のためですね、はい、講演会を企画してこう集客してっていうのやってたんですけど、はい、まあそれを見た周りの方々が、うん、あの自分をプロデュースしてほしいとかっていう声が上がってきてですね「はい、あのいや僕そんなメニューないんですけど」って <laughs> 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 思ったんですが、はい、なんとなくそういうのが広がっていってですね、はい、今もうそういう依頼は結構、うんえー、多くなって。 あと途中でラジオを始めたりとかそしてラジオの可能性に気づいてラジオをいろんな企業さんにお勧めしてラジオのプロデュースをしたりとかあとイベントを企画したりとかっていうのが仕事ですねそうですねあよかったちゃんと仕事が仕事なんですけど本人は仕事してる感覚があまりないのでですねああそれすごく理想的ですよね働き方としてはうちの子は仕事以降は遊びだと思ってるんですよ素晴らしい なので僕は家でこうパソコンで仕事してるじゃないですか、はい、うちの子はまだねあの本当に3歳、はい、5歳7歳でちっちゃいんですけどす、ねはい、僕のパソコン指差してお父さんのおもちゃって言いますから、ね、<laughs> もうおもちゃのように扱ってるように、ね、そうそうそう遊んでると思われてるんです <laughs> 僕は、はい、なるほど、はい、それはそれですごくいい教育になりそうな気がするす、ね、だ,かだからよく言うんですよ <laughs> 早く仕事がしたいって言うんですよ、えー お子さんがですごいこの間ね指人形会があってうちの子の幼稚園のですね行ったら最後に一言喋るんですね指人形が終わって一言喋るんですけどうちの子「仕事が大好きです」って言いましたけどうちの子「仕事」って言葉を覚えてる覚えてます覚えてますでも彼からすると仕事よく遊びと思ってるようです。それはいい はい、私も、まあ、ちょっと余談ですけど、はい、自分の父が教員をやってまして、はいはい、母は看護師だったんですけど、まあ、そう教員ってむちゃくちゃ朝から夜まで仕事してるんですよ。 テスト作ったりとか回答やったりとか。はい、では、たまたそのちょっとモンスターピアレント的なあの。親御さんの電話に出たりとかはい、はい、夜中にね。なんかそういうことやってまして、はい、こんなに働くって大変なんだと、うん、で、母は母で看護師だからもう夜勤があるわけですよね。はいはい、夜勤ってあるんだよ、ね。みたいな。夜中に働くって選択肢なんて、小学校とか中学校じゃないじゃないですか。ま今コンビニをねやってればもう夜勤って結構当たり前になってきてるんですけど。だからそういうのを見ながら育つとはこんな風に仕事。しなきゃ いけないんだもん。イメージがねやっぱりあったりするので、いやしんぞさんお子さんい成長が残業すごいですよ。あ本当ですか？懇親会とかですね。そっか。それ残業っていうんだ。どっちがね残業か。結構遅く残業してますよ。なるほど。世の中の2時とか3時とか。そうそうそう一度ねコザのあのしんさんのお知り合いのお店で2時そうそう3時近くまでディープコザディープ小沢堪能させていただきましたけど。 あんな感じで。あんな感じ残業します。いや、<laughs> あれ残業いいですね。<laughs> いいんですよ。いあつだったら私進んでやる。残業楽しいです。<laughs> はい。まちょっと話を元に戻すと、はい、そのラジオ。 っていう媒体って本当に昔からありますし私も実は小学校の時からです、ね、ラジオを聞いてそのラジオパーソナリティの方とコミュニケーションはい、当時は電話で、ね、取、はい、ってで自分の好きな曲リクエストしてとかラジオ局が提供してるイベントに参加して、うん、なんか辞書の早引き 大会とかはい、はい、そういうイベントやって重症したことがあるんですけど、なん <laughs> かそうそういうものだと思ってたんです。なんかなんていうんですかね、あのラジオは本当に昔から自分の中では身近だったんですけど、新里さんに出会ってすごいなと思ったことが、はい、情報発信の場ではなく、はいはい、人と人とがこうつながっていく、はいね、コミュニティの。 バーなんだときっかけになるんだっていうことを聞いたときにすごい実はなんかカルチャーショックというかそういう使い方なんだっていう私気づきがあったんですよ。その辺ちょっとよかったら話してもらいますか僕も当然ラジオを聞く側だったんですけど初めて何年かした時にいろいろ気づいたことがあってラジオを始めたことによっていろつな方と繋がったんですよでつながりやすくなりますし向こうから来るんですよね。すごい はい、なのであラジオを発信するっていうのは当然なんですけど、はい、これ人と人とがつながるツールにもなるなっていうのに気づいて<ー>え僕もっと言えばですね情報発信だけではなくて情報収集のツールにもなるんですよね。すごい収集、うん、人とのつながりイコール収集なのでネットだけでは限界があるんですけどこうやって高橋さんとか宮、ね、司、うん、さんとお話することによって、はい、本当に直接情報が入ってくるじゃないですか。はい、で僕6年半ぐらいやってて、はい、400名ぐらいのゲストさん 各業界で活躍されている方とお話ししてるわけじゃないですかラジオとおきっかけにラジオの前に打ち合わせしましょう、うん、で放送日が1時間でその後飯でも行きましょうってなると、うん、もうコンサルを受けてるようなもんなのでそれがいろんな業界の方々なので、はい、いろんな業界の知識が入っていくんですよすごい知らず知らずにですね。はい、これはいいし あのなんてツールになるっていうことでそれからこういろんな方にお勧めし始めたっていう経緯ですね。はい、ああなるほどやっぱりそうやっていろんな方と出会うことによって、はい、新しい情報とか、はい、まあ今まで自分では調べきれなかったものがたくさん入ってくるようになると、ね、なんか教えたたくなってきまますよね、ま、た違う人にそうなんですよね、はい、そういうなんか一連の流れがあると、うん、本当ラジオってむちゃくちゃ可能性あるなって そうですあとはラジオももともと公共性が強い媒体ですのでやっぱりこうラジオをやっている人イコールあのブランディングにもなりますし、はい、あの信用が移転するんですよねその番組されている方にですね。はい、あのそういうい特徴も 確かにあるのでこういうふうに仕事されている方は企業はラジオを活用するといいかなと思いますね。はい、ああいいですね、はいまあ。その話を聞いて私も昔から実はなんとなく自分の番組持ちたいなと思ってたんですよでも何を喋ったらいいかよくわからないんだけれども何、うん、かその番組やりたいなと思ってたのが本当その新里さんの言葉で、うん、あこれやろうって。 本当に決められたきっかけになったんですよね。はいはい、まあそれがこの今回のような話だったりとか、うん、ゲスト出演させてもらったりとかなんですけど、はいはい、やっぱり秀樹さんも同じような考えですかね。ラジオですね。そうそうそう。うん、どんな番組持ってらっしゃったんでしたっけ。私がやってるのはですねあのこの FM ぎのわんの金曜日の夜の10時から1時間ですね。はい、で、うん、FM 小沢それから FM 那覇同時でまあ番組と。 三局ネットでやらせていただいてるんですけど「ハイタウン東京」という結構ですねおしゃれな最先端の最先端な感じのですねタイトルついてますます。でも「ハイタウン」ってみたいなマンションの名前かみたいな。で東京のですね秋葉原情報の発信基地秋葉原のスタジオで収録をして。 え放送で月1回ぐらい宜野湾の、えー、スタジオから生放送で土曜日に、えー「ハイタウン東京の」の、まあ、特別番組でね 2>,、はいえー、2時間、えー、ワイド番組やらせていただいたりということをやらせていただいてるんですけど今新座さんおっしゃっていただいたように、まあ、情報を発信するということとそれからいや,、まあ、あのやってる本人も楽しんでやってるとですね、まあ、いろんな話が入ってきたり飛び込んできたりとかいうことが、うん。 あの出てくるなといいううふうに思いますね、まあ、具体的にと、うん、あの私は一人でやってるんじゃなくてあの相方のですね谷淳さんという方とクレームコンサルタントの谷淳さんっていう方ともやってるんですけどももともと講演家だったり、まあまあ、テレビなんかもちょろちょろ出てる人だったんですけども最近はあの「の本間でっか TV」というそうでフジ、ね、テ,テレビ系列の 1> まあ月1ぐらいの準、まあ、レギュラーみたいな立ち位置でね、はい、おやりになってまして、まあ、そういった方もあの。 発信することによってまあそういう話が入ってきたりとか舞い込んできたりとか、うん、逆にそ,ういうそこでテレビ見た方がラジオを聞いていただいたりとかっていうことの、まあ、メディアの相乗効果っていうかねそういったこともあるなというふうには思いますね。と、ね、いう番組なんですけどあの喋ってる2人は <laughs> 2> あの関西人です <laughs> <laughs> 放送してるのはあの沖縄で放送してるみたいな。ああ、ある意味三拠点みたいな。ややこしくしょうがないみたいですね。三拠点から発信してる二大巨頭っていう意味で入ったんですかね？そういう意味だったらいいんですけどね。どういういとはねあのね大阪にハイヤング京都という KBS 京都京都の KBS 京都っていうところのまあ結構有名な番組があったんですよ。で えー、大阪では毎日放送っていうところが「ヤングタウン」っていう番組が今もありますねさんまさんと鶴瓶さんがやってるんですけどいまだにやってますけど、はい、まあそれにあやかろうやということで、はいえー、谷さんと僕がですねじゃあそれ2つ合わせてハイタウンでいいんじゃないかみたいな。 なるほどでそ,うそれで行こうって言ったら、えー、新座さんが「いや東京」ってつけなさいと、はい、<laughs> 言いましたっけ僕なんで東京っていう感じだったんですけど「やっぱ東京でやってるから」みたいな <laughs> それで「ハイタウン東京」っていうのつけ作って、はい、じゃあもう、えー、でも FM でしょと AM ラジオじゃないんだからということで、まあ、せめてジングルだけねジングルってオープニング曲とか間か、はい、だ,だけでもちょっとかっ 声よくしようと FM でやらせていただく以上はねはいでいうことでまあジングルを作っていただいたらかっこよすぎたみたいななるほど、はい、確かにかっこいいですよねちょ,ちょっと合わないなみたいな僕。行き過ぎましたねそうですかねジョン・カビラぐらい呼んでこないと <laughs> <ー> <laughs> 合わなないみたいなね外国の方に喋っていただいてるんですね海外の方に。そんな番組をやってますよかったらまた聞いていただければ番組ですからね。だからそれがね去年の秋ぐらいですかから始まったなんてそんな最近だと思わなくてもっと前からやってると思ってたんですよ。 なんかもともとね1か月ぐらいテストでやろうかなって言ったら思いのほかあの反応もあるのと思いのほか楽しいっていうのは分かりまして最初はね最初はゲストの方も読んでそ番組しようっていうことでやって、まあ、でも最初あの1回目2回目はまあ自分たちの話をしたいんでえゲストノーゲストでやろうと思ってやったんですけど時間足らんなと1時間番組の収録やのに1時間半ぐらい喋ってて。 どうするみたいな後で二 <laughs>、はい、人との喋り好き足り,足りなくなるんじゃなくて オーーバカットショーにも流れがあるのでどっかカットするとの他のところとつじつまが合わなくなるみたいな何にも構成も考えずにとりあえず喋りましょうで喋ってるっていうねすごいですねいやそういう意味ではねやっぱりすごいですれちゃんと初め言いましたこういうフォーマットがあるんだってね FM 講座にフォーマットあるんですね僕そうですね見たことなかったんですけどちゃんとやらないといけないなって多分いらないと思われたんでしょうねいらないです教えてもそのとりやれませんからそういうことですね人の話聞かないってことですね今日さっきまで局に ね、読み探査に行ったんですけどコマーシャルコマーシャル入るんであのパンって切られましたからね僕ゃ <laughs> ってる途中にここまでですからパンって切られて 2>, <laughs> 2, 2秒前二 <laughs> 秒前あコマーシャル入るんだから。<laughs> <laughs> えいやいやな <laughs> 気持ちいいじゃないですかねそんな感じでやらせていただいてます、ねはいはい、なるほどぜひ皆さん聞いてみてください私もね結構聞くんですけど面白いですよねあのね金曜日の夜の10時なんですよ、うん、一番いい時間じゃないですかあ、まあ、いい時間かなと思ってやったんですけど世の中の人はその時間帯に結構ねテレビ、はい、ドラマ見たりとかねあそっか飲み会で聞いてなかったりとかあるんでなので再放送はですね、えー、ギノ乃湾で、えー、日曜日の夜の7時。 これまた激戦区なんですよね「鉄腕ダッシュ」やってたりとかするですからね FM 那覇は土曜日の朝の10時うわ寝てるかも起きたてやみたいなでノリはノリは夜の雰囲気のノリみたいな「どないんやねみたいななかなか激ツですね暑苦しいって言ってもいいかもしれないですけどねまあでもここまで言ったらみんな聞きたくなっちゃうかもしれませんよね私も回ので生放送一緒に 出さ,出させていただいてゲストとしてまあその時もなんかねその時は初めてだったんだ私ラジオで喋るっていう機会がで全然喋れなかったなっていう記憶が <laughs> ありますけど、ね、なんかどう,どうやったら喋れるようになりますかあの <laughs> 僕もね実は始めた時に 1>,、はい、1回目2回目やっぱり緊張してうまく喋れなかったんですよね初めてじゃないですかです、ね、で3回目の時気づいたんですよゆる、はい、くやるっていうね なるほど真面目にやらないっていうことをそのぐらい出るんですよやっぱり肩の力が抜けてですね。まあ、完璧にやろううとししま緊張ちゃそれはね僕すごく感じます、うん、沖縄の局放送局をこう、ね、出させていただくと皆さんパーソナリティの方が非常にそんな感じですね。うんまああのじめ僕は、ね、ゆったりしたペースでやられるんだなと思ってたんです。うんで 東京のラジオなんかは出させていただいたりとか番組企画とかしてたんですけどうそうするともうちょっとテンポは速くないとですねどんどん情報量があるし、まあ、あの喋りたい人もたくさんいるんでーんペースがあるんですねなるほどだけどやっぱりあの沖縄でラジオやるっていうことでいくとやっぱりあの。 まあ、どちらかと,いうとわざと間があったりとかちょ,ちょっとず,ずらしてみたりとかねうん、うん、そんななな感じが面白いいのかなと思いますよねるだってあの私のハイタウン東京の金曜日の前の番組がレレッツさんってやってる方がやってる番組があるんですけど何を思ったかある時なんかあの食材とこれとこれ混ぜたらこんな味をするみたいなことを。 やっておられるんですね見えないじゃないかとラジオなのにこれ味が「うんこの味は」とか「うん」って言ってくるけど全然味の表現してでめちゃめちゃ面白いしツイート上がってるわけですよあこれなんだっていうのがねよく分かりましたけどまあいろんなキムチとんか混ぜてみたりとかされたんでその後僕らの番組やったけえらい匂いのゃから番組くっさいくっさいマイクのこの。 カバーあるじゃないですか。<laughs> くっさいです。<laughs> で本当。であの技術の方がね、近づいて喋ってくださいというか、くっさいな、ね、気持ちの匂いで。<laughs> そんな感じで、やらせていただきましたね。<laughs> はい、いや、本当にそういう意味では、自由に情報発信をするっていうことが。大事っていうことですかね。うんうん、<laughs> なるほど。はい、ありがとうございます。じゃあ、私も、ちょっと緩めに。めにでも、やっぱり大事なことって、その。 必要な人に必要な情報を伝えるっていううとも大事だと思うんです、うんうん、その側面としてもなので今後はやっぱりそのコンビニに関わる方とか、うん、オーナーさんとか、まあ、店長さんとかスタッフさんとか、まあ、あるいは本部の方とか、まあ、コンサルの方とか本当にそういう方に聞いてほしいなと思うのでこれからやっていきたいなというのはなんかテーマを一つこう決めて、まあ、フリートークでもいいと思うんですけど なんか情報大切な情報だったりとかあそんなのあんのみたいな、うん、そういうのを発信していけたらいいなと思うんですよ。コンビニにまつわる情報を発信をしたりとか、はい、まあ、えー、情報募ったり、はいまあ、質問だったり意見だったりそんな感じですかね。はい、そうですね。はいというのをやっていきたいなと思うんですよね。ということであのまたちょっとこの後お話をまたお聞きしたいなとまあ私にいろいろ情報をくださいよと。 先輩ということでですねあの話を聞いていきたいんですがまたここで CM を遊びますコンビニ社労士安紗彩香の「ウィークリーコンビニラジオ」。 沖縄引っ越しセンタームービング沖縄で検索お母さんの幸せそれは家族の幸せ心からの手当てで心からの医療をアイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します あなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください沖縄ベタニアチャージコンビニ社労士安さやかの「ウィークリーコンビニラジオ」。 はい CM 開けましたコンビニ社労シ,ャローシ安さやかのコンビニラジオえパイロット版ということで、まあ、ゲストお二人を招いてお話をしております高橋さんと新里さんです。ということで、まあ、この最後の20分ちょっとぐらい時間があるんですけど今後コンビニラジオとしてですねこれから続けていくためにはいろんなやっぱりコンビニのネタとかこういうことをもしかしたら人は欲してるんじゃないかとか、まあ、そういう話をですね少し先輩方からお聞きしたいなと。 思うんですけども、まあ、さっきもちょっと CM の間にですねいろんな話が展開してましたけども、まあ、コンビニに関わる方って言ったらお客様もそうですよねお客様からの情報もあるといいんじゃないですかって新津さんがおっしゃってくださって私もそれすごい賛成お客様が何を求めてるかとか、はい、あとあの結構ね僕の友達にコンビニ商品2がいて。お どういう人ですか。ないんで,ですか。あの、ファミマのこの商品と、この商品と、この商品を掛け合わせたら、めっちゃうまいですよとか。<laughs> さっきのラジオ番組みたいな、ね <laughs>、レッツさんの。それをやってらっしゃる。すごい研究してる。ええ、すごい。 カロリーとか筋肉つけたいんだとこことこことこことすごいんですよとりあえずすごい飲みに行くとね延々話されるんでやっぱ行きたくなるわけですよね確かに確かに例えばこれ買うんだったらこれ組み合わせた方がいいですよとかそういうのを集めてもそういうの情報を聞いて聞くと買いたくなるじゃないですか確かにそうなんですよねそういうのも一つ情報として発信していただけたら逆に消費者側からしたらありがたいですねあそれ面白い迷わず行くんですようん もう買う前に決めてもらう買うものをはいいいそれいいお店側からの視点としてはそういう組み合わせってなかなか思いつかないんですよそう例えばねなんか一つサラダとかいろんな商品があってたまにやるのは「店長おすすめ」っていう POP ポップっていうんですけどそういうアナウンスをつけてですね 単品で売るみたいなのはよく見るんですよ。でも組み合わせるっていうのはあまりやっぱ効かないので、それやったらすごいネタとして皆さん使えるんじゃないかなと思ったんですよ。いいすよ新たに新商品になるわけですよね。そう、そう、そ,そう、そう。しかも二つだと一気に二つ売れるわけですよね。そう。 百単価上がりますね,ね。上がりますよね。<laughs> すごい。悲しい話になってきましたね。いやいやいやでもこれ結構大事なことかなと思うんですよね。うん、あの私はもうコンビニ業界関わって15年ぐらいなんですけど、はい、やっぱりそうなんですかね。 客単価を上げるとかはい、はい、買ってもらう頻度をを増やすすすためにさままざな工夫をするわけですよだけどなかなかその組み合わせるっていう考えがないからはい、はい、結局そうやってなんかポップつけましょう飾りしましょう見やすいところに置きましょう、はい、みたいな話を私ももともと本部社員だった時からも言ってたんですけどはい、はい、特に食べ物の組み合わせってやってみましたみたいない、ね、それを作るがために何回もコンビニ行くんですよ。す、はい、すごいそを開発するために、えー なんとそこで競争を煽って例えば一番人気のある商品ってやってみたりあのこの組み合わせが一番人気があったとかそこを目指すじゃないですか皆さんはいそのランキング形式とかで評価をするとお客さんが跳ね上がると思うんですよねあの頻度も上がると思うんですよね確かに今度この組み合わせで行ってみようとかしかもですねあの開発者は絶対に SNS に流しますからああ間違いない間違いない本人がですねはい。 そういう企画も面白いのかなって個人的には思いますけどねそうですねはい、はい、それめちゃくちゃ面白いんじゃないかなと思いますね最近私ちょっとツイッターをまたた始めたんですよはい、はい、でツイッターをやってると、まあ、やっぱコンビニ社労使って名前でやってるので、うん、コンビニのオーナーさんがたくさんフォローしてくるんですね。はいはい、ありがたいなと思うんですけど せっかくそういうコミュニティができてるんだからなんかそう関わりいい意味での関わりができないかななんて思ってたんですよそういうのができたらめちゃくちゃ面白いですよねちょっと企画していいですかえ、ぜひお願いしたいですお願いしたいはい。それ本当なんかおそろそ沖縄のコンビニでやっていくとでチェーンごと違うわけじゃないですか商品が組み合わせもねそう変わるから面白そうそれいいですね秀樹さんどうですか今の企画あの。 季節ごとにねあの売れる商品っていうのはやっぱり違ったりとかするわけですでコンビニの商品ってあの火曜日がスタートですね、はい、1> で1週間あるいは2週間残るっていうのは本当に少ないわけですよ。うんうん、1> で1年間だと8割ぐらいの商品が入れ替わることを考えますとそういったものを組み合わせながら商品力を高めていくという。うん うん、これも非常にあの面白い取り組みだなというふうには思いますよね。だからユーザーが今度どん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 自分なりにアレンジして一<は>年にしていくということですね。なくなるんですか商品？なくなるんですよ。な,な,すね、なおさらいいですね。そうなんです。はい、だからあのあのよくね我々もその雑誌特に雑誌の取材とか受けるときに、うん、あの雑誌が出た時にはですねその商品はなくなってる可能性があるんですよね。うん。 これだからいついつからいついつまで発売のものですってちゃんと入れていただかないと、はい、かなりあのリスクがあるんですだから本当に売れなければすぐもう入れだって売れるものに狭い売り場なんで次から次へと売れ筋を変えていくと先ほどの企画では、はい 限定されてるから、早く作らないと。そうそうそう。その組み合わせはできないわけですよね。そう,そ,うそ,うそうなんですよ。で、それで人気が出ればね。もう一回リバイバルってことも、もちろん。ババはい、あのあるんですよ。結構あの人気があったんで、一回なくなったんですけど、要望にお答えしてっていうことで、で、定番商品になっていくっていうようなことが。ありますね。るあるある。あるあるでいかにコンビニって新商品を出し続けるかっていう、これはずっとこの競争なんですよね、うん。なるほど。それで売り上げを作っていく。一方で定番商品しっかりやる。かスイーツの売り場だと、シュークリームとか、エクレアって。 あるんですけどもうん、うん、でもそ,のそれ以外のケーキとかっていうのはもういろんなものが出たり入れ替わり立ち替わり回転してますよねうん、うん、そういったものがあったりとかカップラーメンのコーナーなんかそう典型例ですけどカップヌードルぐらいじゃないですか、ね、あとどん兵衛とそれ以外はほとんど新しい商品が。 ずっっっと入れ替わててるっていうのはそんな売りのでまあ,あのいい見方をすれば季節ごととかそれこそ毎週変わっていくので、うん、その新たな組み合わせをねさっきの企画じゃないですけど、うん、もうどんどん作れちゃうはい、はい、でそれがあればもう,こう頻度高めにお店に行きたくなっちゃう、うん、ってことは、まあ、お店をやる側からすればありがたい、はい、で仲良くなれるお客様とも。うん なんか通貨の中になったりとかお名前を覚えてで本当にもっと深い関係になったりとかできますよね。 からすごい面白いんじゃないかなと思うんですよね。いいですね。一度やってみましょうか。はい、やりたいですね。そのその方はなんか情報発信はどこでされてるんですか。し,してないです。してないですか。僕と焼肉行く時のこの焼肉の中で発信してるんです。<laughs> 僕だけの発信してる。狭いあすすごい、はい、オンリーワンだったんですね。はい、すいいですか。もう少し広げてみても。<laughs> いやあれ本当にね、それがもう楽しみでですね。本人すごい楽しんでるんですよ、はい、そうですか。はい、そういうのね本人もなるんじゃないですか、秀樹さん。 ね、例えばね,ねまあその、ねうん、鮮度とかそのいつまでその商品があるかっていうのは確かにありますけど、うん、実際そういうのもなんか見たことある気がする私。 上がると思うんですよね、はい、商品に行く目が増えてみたりとか今まで見てない部分に行ってみたりとかそうですねそういうのがあると思うのであります、ね、僕もね彼から聞いて全く、はい、コンビニ行っても大体行く売り場って決まってくるんですよ。うん、行かかなないいとと絶対見もしないんですよねね <laughs> 日用品とか、ね、か彼の情報で全く普段見なかった売り場に行ったんで、はい、あこれは普段ん足尾墓場のお客さんを誘導する。はい 手段になると思ったんですよね。ああ、そうですね。全く僕は見たことない売り場だったんですよ。そのコーナーはですね。ええ、すごいですね。そうすると、単価当然上がりますし。そうなんですよね。頻度も上がる可能性がありますよね。確かに、まコンビニってね、こう入り口から。ま最後、買い物してレジに通って出ていくまでの。動線っていうのがありまして。で、人は知らず知らずのうちに、その動線に導かれて、歩いてるっていうのがやっぱりあるんですけど。 その一方で、やっぱりなかなか人が来ない場所っていうのもあったりするんですよ。まあ、そこに仕掛けを入れて、ちょっとこう足を止めてもらって。 お店の中で,できるだけけ長く回遊しててもらうっていうっい仕掛けをね結構実はやってたりするんですけどはい、はい、でもその一つのきっかけになりそうだなと,なと思いますね,ね。思いますね。んなんかこれをもしね聞いてくださっているコンビニ関係者の皆さんがやってみようで実際やってみたとか、はいはい、そういう話があったらまた教えてほしいですよね。 ああ,ああ、それやりますよ。僕動画かなんかで、えー、ぜひぜひご協力お願いします。はい、ありがとうございます。はい、あと、なんか秀樹さんありますか？ネタこういうのやったらいいんちゃうみたいな。まあ,あの全国的なあの。いろ,いろね。コンビニの、はい、問題とか課題とか、うん、まあ現場でまあ、困ってることとか。はい もっとこうした方がいいんじゃないかということなんかのね、えー、発信だったり、まあ、はい、ディスカッションだったりいい、ね、っていうことの、はい、まあ解決策っていうことはできればまあソリューションですよね、はい、あるかもしれませんし、沖縄っていうことに限って言えば沖縄はこれから非常にいいコンビニがいろいろできて楽しくなるなあということになります。逆に言うとまだあの出店余地がまだまだあるところもあるんでね、はい、あの。 例えば今私どもが喋ってるような、ね、エリアにも、うん、まあ実はコンビニが歩いていけるところにはあるのかなないのかな。ないですねとだとすると今 FM 講座で収録してますけども、まあ、FM 講座のこの場所、はいはい、これ3 3十号線とから中央パークアベニューっていうところの角っこですね。はいはい、いや僕はあのコンビニの開発やった人間からするとめちゃめちゃここはね、うん、店にしたい場所なんですよね。うん これさっきから人いっぱい通ってるし看板出したら車あるしちょっと駐車場が若干少ないんですけどこれコンビニしたらいいいんじゃなですかさっきの社長いたんでちょっとのはココンンビニご質問あっここで2階にスタジオ持ってってしゃべってるのがコンビニの中に流れるみたいなあそれでさっきのようなコラボした商品はねこんな商品があっていのをこう。 放送で言ったりとかですね。ああ、それもしくはですね、一階のレジの横というか裏でこうガラス張りにしてですね、喋っているのは買い物している人見ながらですね。こんにちはってやりながらとかですね。ああ、いい場所なんですよ。ここは実は。確かに。はい。すごく目立ちますもんね。そうなんです。で、確かこの中央パークアベニューの中にもこの三百三十号線の交差点はいはいあのミュージックタウンの方まで込みなか ないですよね。ないっすねだからもう全然失点余地がある、はいあのー、例えば首都圏とか関西圏ではこういう場所にもう,もうこの目の前にですね競合<う> 2>, 2社があるぐらいの勢いですんでそこにないとプロのメーカーがするとい。やもうこれはもうオーナーやりませんかね F 横田さんね。<laughs> 彼前この間ボソッと言ってましたよ。 コンビニやろうかなって。っコンビニやりますか。私もちょっと聞いたかもしれないな。あの,あの規模ちょうどいいっすわこれ。<laughs> ちょうどいいですね。いいすね <laughs> 放送局やめてや <laughs> 上に持ってって。ね。はい、まあっていうようなですね。あの沖縄に限って言うまあ沖縄だけじゃないですけどね。出店できる場所ってあって、うん、逆にこれがすごくあの上なので。えー どこ,に出しどこにやっても商売がうまくいく地域と、うん、いかない地域ありますよね自分の地元で分かるじゃないですか、うん、でもあそこも半年ごとになんか店変わってる場所ってありますよねそこは出店しちゃいけない場所だったりするわけで,、うん、でも分かんないですよね、うん、あの全国で東京から来た人たちがあったりとかするとまあ例えばそういった話があったりとか、うんえー、ここがあのコンビニが足りないのでやっぱりあるべきだよとか、うん、でここはえこういう品揃えとかこういう人のニーズがあるから。 こういう店がいいんじゃないかとかみたいな、うん、そういうものもの情報がここに集まってくるといい、ね、えもしかしたら大手3社がですね、はい、ぜひ協賛をですね番組にさせてくれるとか情報が集まってくるねみたいなそれいい,それい,いここもあるかもしれないみたいなですね。うん 確かにありがとうございますあの特にその後半のね店舗開発の部分の話って結構私も開発の本部の社員の方からなんかいい土地とかそのコンビニ出店したいっていう人いませんかってすごい言われるんですよ。はいはい、で当然それがなんかうまくいけばなんかこういろいろありますあなんかご褒美みたいなのがあったりするんですけどなんかそういう情報もねなかなか歩いてるだけじゃ分かんないんですよね。こここここできるんじゃないとか例えばここも F M 小山も FM うやってスタート スタジオがあったらいやここにコンビニできないっしょみたいなそういうふうに思い込んでしまうところがあったりして、うん、でも実はやりたいなと思ってるんだよねとかここだったらできるんじゃないですかとかの情報がね集まる場所にここがこの番組がなるとすごいいいなって聞いてて思ったんです。すいあの、ね、マンションのね<う>あの一階にコンビニがある、うんうん、でマンションの一階に何もない駐車場だけとかっていう ようなマンションがあったとしますということでいくとはい、はい、その家賃がですね、はい、あのコンビニのあるマンションの方がやっぱり高かったりするんですよねはいそうで,す、ねはい、でコンビニがあることによってまあ二十四時間ねまあいろいろ今問題になってますがうん、うん、街が明るくなって、うん、その コンビニの明かりがその街をですねあの防犯上守ってくれてると人の目がつきま探されますしと、うん、いうことがあったりとか、はい、まあ周りがちょっと変わってくるということもね、うん、あの雰囲気が変わったりということもあるので、うん、コンビニのいい側面についてはそういったことがあるかなということは思いますすよねねそうであとはその,さその前にお話をしてくださってましたいわゆる運営上の課題。はいはい というものも今非常に直面しているオーナーがたくさんいます。ツイッターでもね、やっぱり会話をしていると本当にもう生のですね、悲鳴にも近い声がたくさん寄せられるわけですよ。なかなかそのコンビニの事業って本部と亀盟店の関係っていうのがやっぱ前提なので、その本部が提供しているものって でなかなか加盟店からこう声を上げたりとか、うん、あのなんでしょう変えるっていうことがやっぱどうしても難しいビジネスモデルにはなってます、うん、なんだけど今変化を業界全体として求められてるっていうのがもう今お茶の間にも広まってますよね、はい、いろんなニュースとか、まあ、新聞雑誌などなどでも私もそのきっかけでちょっと日経新聞にねインタビューさせてもらったりとかしてるんですけどだからんかもっともっとその前向きに良くなっていく。 その運営上の課題を通して業界をもっと良くしていくためのきっかけ作りとかもできたらいいんじゃないかなって思うんですよ。であとはやっぱもう一つその運営上で言ってしまえばやっぱりその,本部とこう亀手の関係とかでよよく言われるんですよ対等なのかそうじゃないのか労働者なのかどうなのかみたいないろんなやっぱ議論が。 あるんですけど、まあ、私自身はそのいろんなオーナーさんに今まで会ってきました、まあ、多分4,000人ぐらい会ってきたのかななんですけど本当にこの経営者目線の方もいらっしゃればやっぱりだかその本部のおんに抱っこじゃないんですけど、まあ、なんか来たものをやってみようっていう方はいろんな方がいらっしゃって。どどういういいい方向性でもいいんでもんすけど やっぱり経営者としての意識ってすごい大事なんじゃないかなって思うんですよね。なので、まあ、そういう経営者の意識とかマインドっていう部分にも少しフォーカスできたらいいんじゃないかなと。なかなかね、こう、私もサラリーマンだったんですけど、サラリーマンって言っていいのか分かんないけど、その。 会社員としての立場と経営者としての立場って全然違うじゃないですか、まあ、起業家とそうじゃない立場でも一緒だと思うんですけどでやっぱりその延長線上でお店をやるって結構リスクだなと思っていましてで私が関わってるお客様の中にも会社員の意識のまんまオーナー始めちゃうっていう人もいるんですよね。でそううするともう苦しい、はい まずあの働く時間が長くなるしで何をどうしていけばいいかっていうのを自分が優先順位につけて動かなきゃいけないしっていうことがね結構起こってきたりするのでなんかその辺りも是非ちょっとお二人やいろんな方のご協力をいただきながらですねやっていけたらいいなと思ってます。はいはい、これどどううでですすすかかかねね流行りますか、ね、どうですかさんさ僕の <laughs> 表に出てこないコンビニにまつアルエピソードとか、はい、なかなか僕ら僕らはコンビニに行って商品を買って帰るだけじゃないですか。はい、ただその裏にはいろんなエピソードがあると思うんですよね。はい、以前にもお話したんですけど、これコンビニのおばちゃんがサービスがすごくて感動して起業した。 それで成功されてる経営者がいるとかそういうのもて世の中いっぱいあると思うんですよね。はい、でそうすることによってあのコンビニで働くことの、えー、意義とか、はい、す素晴らしさとか伝えることによってコンビニで働いてみたいとか、はい、っていう方が増えていくと思うんですねそうすると意識の高い方が集まってきたりとか、はい、確かにいっぱいじゃないですか本当に経営者みたいなコンビニの店員さんって。いますいます。そういうい 隠れたエピソードなんかでもどんどんね表に出してほしいっていうのは個人的に思いますね。なるほど。はい、あすごいそれ嬉しい。<laughs> なかなかねシステムは最先端なんですけど、はい、人にフォーカスされることがほとんどなかったんですよ、はい、今まで。はい、今少しまあこういう問題もね発覚して、うん、で人にフォーカスされるようになってきたのかなっていう気はするんですけど。うん、あのコンビニとても総合職なので、はい。本当にこう自分を磨くっていう意味では本当にいい経験ができると思うん、はい。 ですよね、そうですね接客もですしそういろんなことを経験できるわけじゃない<う>本当にこうに自分を磨く場にもなりえるんじゃないかなと思いますよねいや、うん、本当に,本当に今の話でちょっと思い出したのが私が前ホーム社員の時に研修をカメ研修やってたんですよ、はいはい、で研修をやっている時にあるご夫婦が初めて加盟しますっていうことで研修受けられたんですねでその方がおっしゃってたのがうちの,その店を社会勉強の場にしたいっておっしゃってたんですよ、はいはい それって素晴らしいなと思って、はいはい、そのまあ大学とか専門学校でアルバイトをして、はい、で。はい 社会に飛び立っていつまでもそこで働くっていう選択肢はないかもしれないけどうん、うん、コンビニでいろいろ培った知識ノウハウ経験、はい、意識そういったものを持って社会人になっていけば、うん、もっとすごい人材が育つんじゃないかっていうことを言われていたんですよね。そういうのが実現していったらね秀樹さん、うん、どうですかね日本もっと元気になりますかね。 まあコンビニというインフラを通じてね、あのー、やっぱり災害とかそういった時へのまあ守りの拠点となるということとそれからまあいろんな社会的な日本の課題ありますよね高齢化らなってったり過疎地の買い物難民の問題。うんうんうん えそれからあの情報ですねいろんなまあ地域のまあ一人暮らしの方のおまあ在宅の問題とかいろんな問題の解決になるということは一つこれからのまあ課題かなあの課題というか解決するソリューションかなということそ,う、ね、それから働かれてる方がえ海外の外国の方も非常に増えておられると、はい、で日本経済を復活させるということは大体まあ人口がこれから減っていく。 と考えると1000万人ぐらいのまあ移民の方、労働される方、うん、イコールまあ消費をされる方が必要だという話があります。はい、まそういった方がまあまずはまあ工場とか病院とかホテルとかの裏方とかっていろんなところにも今はすでにおられますけども、はい、まあ先信座さん言われたようにいろんな方がですね働きができるチャンスということでコンビニしかもそのコンビニのオーナーを えー、外国籍の方がですね、えー、できるような時代がもしかしたら来るかもしれないということでいくとまあ日本の課題の解決ということの最先端をやっていただけるツールになるのかもしれないですよね。はい、そううですね、はい,っていうのは今あの コンビニの古くからやれてる方の世代交代の問題も結構ありますね、うんうん、特にセブンイレブンとか、はい、まあローソンとか古い加盟店さんのところは後継者の問題とかということもありますしそこの解決策ということもこれからの課題になっていくということなんで、うん、まあいろんなあの、まあ、転換期、これをチャンスと捉えるのかうん、うん、それとも,もうなんか過去の話としてなるのかって一つの産業の折り返し節目になっているのかなという気はしますよね。 あさにコンサルタントらしい目線でした、ね、今 <laughs> はいいありがとうございまね今。まあ、こんな形でですねやっていったらきっとすごく充実した番組になるんじゃないかなって今今日お二人との話を通じて私強く思いました。なので、まあ、今回は第0回ということでやっていきましたけれども是非、まあ、これからですねいろんなテーマを通じてもっともっとそのコンビニを知ってもらって多くの人に知ってもらってそして何ができるんだろうかと。 でそれが日本経済とか、まあ、世界的な情報発信として何ができるんだろうかっていうところまでアクセスできるようになれば、まあ、この番組も本当にいいものになっていくのかなと思いますということでお二方今日はありがとうございましたコンビニ社労使安さやかのコンビニラジオということで第0回今回やっていきましたではこれからですねまた第1回目続いていきますので皆さん引き続きよろしくお願いいたしますありがとうございました 一度歌う理由を見つけた Beautiful Life 神様が未来にくれたトらジャん Beautiful Life 感謝を耐えらいだから歌いたい Beautiful、Life こんなにちっぽけな自分に気づき少し僕は前を向けた当たり前にしてきてくとを立ち止まって感じられてから今なら行ける気がしたもう決して僕は一人しかないから背中を背中まの声を